何も聞かせてくれない。僕の体が昔より大人になったからなのか。ベッドに置いていた初めて買った黒いラジオ、いくつものメロディーが、いくつもの時代を作った。思春期に少年から大人に変わる時を探していた。汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる人波に、本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。幸せ教えてよ。